はい、どうもこんにちは、ケンユウです。今日はですね、バナナの収穫の目安と収穫の方法と、そして収穫後のですね、バナナの洗浄までちょっとやっていきたいと思います。それでは楽しんでご覧ください、どうぞ。はい、こちら三尺バナナですけれども、ちょっと収穫ねしていきたいと思います。はい、非常にね、大きくなっておりますね。おー、かなり大きい。おちぎれた遊んでたらちぎれた。重たいので、一度親株をですね、一回倒して、その後ですね、切断するっていう方が、一応おすすめですね。はい。で、空中でやるとですね、やっぱり重さでこうバナナが傷ついてしまうっていうことがあるので、一人で作業するときはですね、株が割と倒れるのであれば、倒してあげてもいいと思います。はい。そうするとね、簡単にご切断できるのでおすすめです。で、僕たちはですね、バナナを収穫した後は、この株はですね、もう切り倒しをするので、どのみち倒すのでですね、こういうふうにやっております。はい。で、収穫した後のこの、株はですね、細かく、裁断して、その後、通路にですね、こう広げておく、ということをやります。で、バナナの収穫の目安はですね、この角がだいたい丸くなってきた時と、もう一つですね、葉っぱの、力がなくなってきた時ですね、この2つをポイントにだいたい収穫を始めます。上段側からですね、黄色くなってくるんですけれども、そのタイミングで収穫して、食べるとかですね、というのが、あります。ただですね、黄色くなるとやっぱり鳥たちが、来てですね、かじるので、その一歩手前くらいですね、に収穫するといいと思います。はい。はい、これ収穫したバナナですけれども、バナナですね、収穫した後、ここからですね、汁が、出てきます。これね、衣類とかにつくとね、本当に落ちなくなりますね。はい、もう僕も洋服ですね、このバナナの汁だらけでですね、割とこうもうベチョベチョしているんですけれども、結構ね、これ注意した方がいいです。はい、一応ここが先ほど芋の部分からですね、取ったものです。はい、こんな感じです。ここに持っていって、また後から裁断します。細かくしてですね、通路にこうばらまいておきます。あそこも前回収穫して倒しているんですけれども、あそこもね、また引っ張ってですね、裁断します。はい。こちら収穫していきたいんですけれども、やっぱりその葉っぱにですね、力がなくて、で、この角がね、取れて丸くなってきているので、収穫時期ですね。はい。なんかカーブしてますけど、気にせずちょっとやっていきましょうか。これはね、手で持てるので、上からですね、ちょっと切り離して、その後に株を倒していきたいと思います。これもね、結構大きいですね。よいしょ。切ります。はい、この垂れてるやつはですね、これ当たったら危ないです。はい、僕たちは血と呼んでますけれども、はい、あまりよろしくはないですね。はいはい、収穫しました。もうちょっとだいぶね、黄色くなってきてますね。また今からですね、ちょっと皮に洗いに行ってきます。はい、いつもはですね、ちょっとスコップを使って、折るんですけれども、
あ、まだあれもちょっと切り倒してないですね。はい、前回収穫したやつですけど、まあいつもちょっとスコップを使ってですね、ちょっとあの根元ぐらいからですね、まあ取るんですけれども、また後であの辺スコップでですね、取って、裁断したいと思います。はい、こんな感じですね。運びました。はい、行きましょう。これがね、だいぶ軽いです。あ、だいぶいいですね。これが三尺で、こっちが島ですね。はい、よし、あれに行くか。あれに行きます。で、これが今日切り倒したやつですね。三尺の木と、あの木がですね、島の木ですね。はい、また運びます。はい、こちら1ヶ月前くらいにですね、収穫したバナナをちょっと切り刻んでいたんですけれども、まあこんな感じになります。1ヶ月経つかな、3週間前ぐらいだったかなと思います。はい、まあこんな感じですね。もう地に帰っていっております。ここは多くの方がね、野菜とか、まあ、果物とかね、洗っております。はい。まあ、あと三尺です。どれ、値段は？値段はそこそこ高いですよ。人気があります、このバナナは。見ても、はい、太陽が来ないからこそ、これは。はいはい、よかったです。太陽来たら大変ですよ。はいはい。はい、バナナ洗ってきました。こんな感じです。うん、これも切ります。はい、なんかすごい立派なバナナができてますね。これも切ります。うん、バナナ園もね、ちょっと片付けないといけないですけど、まだ全然片付いてないですね。片付ける片付ける言って全然片付けてないです。はい。これも切ります。はい。うん。こんな感じかな。